明けましておめでとうございます。熊谷ソースです。2022年ということで2022明けてしまいました。年は明けましたけど、まあ特に何が変わるわけでもなく、今年もガンガンジャズ動画上げていきたいと思うので、よろしくお願いいたします。さあ、年明け一発目の特別企画としまして、今回は僕がやってるリズムトレーニングの第3弾をお送りしたいと思います。前回まではこのメトロノーム使ってハノンをやってきたんですけど、今回からは、メトロノームを使ってハノンをやっていきたいと思います。今回は今度4つ目ですね。ここなので、まあ一番一拍のこれ16分音符で考えると、一拍の一番後ろの音にメトロノームが来るように意識する練習となっております。まあ今回も120のテンポでやってるんですけど、カツクカツクカ、まあつくつかと歌うとすれば、これ歌い方いろいろ人それぞれだと思うんですけど、まあつくつかつくつかだったら、このカのとこにカツク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 が1で、カツク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 カとつくつかのふつつかものですが、つつつかをずっと出し続ける練習となって、結構これは難しいかもしれませんね、最初ね。でやっぱり結局このピッピッピがチギタ君のジャブでスパッと、チギタジャブチギタジャブ、ここがスパッと入って、自分で気持ちいい、なんかスパッと行く瞬間があるんで、そこにずっと当てられるように一拍ずつ結構仕切り直すイメージですかね。一拍一拍をつくつか一回やったら、はい、もう一回戻ってきて、つくつかもう一回、つくつかもう一回、つくつかをこう続けると、つくつか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 と安定して、つくつかの塊を、ずっと安定供給していくといいんじゃないかなと思っております。それでは早速やってみたいと思います。つくつかのハノンやってみたんですけど、まあやっぱ途中もうちょっとずっと同じことやるんで、トランス状態じゃないですけど、なんかやっぱ難しいですよね。特に頭拍とか裏拍よりもっとここマニアックなとこを当ててくるんで、かなり難しいので、やっぱ最初はまあ80とかで、テンポ80とかでやってみたらまあできるんじゃないかなと思うんですけど、それでもダメだったらどん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 テンポ下げて60、40って下げて、こうつくつかをぴったり 4つ目にスパッと入るできるテンポをどん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 上げていくっていう練習だと思うんですけど、まあ80でやってみるとこんな感じ。80、80でまた難しいですね。これ遅いのも難しいんで、なんだったら遅いのもちゃんと練習しなきゃいけないなと今ちょっとやって思ったんですけど、
結構使う筋肉が多分マラソンと100m 走みたいな違いがあると思うんですけど、そのなんかね、何筋、チキンと何筋だっけ忘れちゃったけど、そのかなと思って結構グッと手に来るの、遅いの遅いので来るので、それもすごい効果的な練習なのではないかと思います。とまあ2つのテンポでやってみたんですけど、まあ日本人のビート短い短い拍が短いっていうもう俗に言われてるんですけど、まさにその通りで、やっぱ一拍一拍のその一番後ろのとこまでグーッと感じないと、すごい浅い一拍がこうずっと羅列するんで、グルーヴ感がなくて、なんつうかやっぱ遅く感じますね。結構ジャズの僕はまあそんなサンバのモノフォンの人とあんまり絡む機会ないんですけど、ジャズミュージシャン結構サンバのブラジリアンのビートになった瞬間に結構遅くなっちゃう人多いなって、自分もそんな偉そうなこと言えないですけど、すごい感じるので、やっぱりこういう16分音符のフィールを地道にやっていかないといけないのではないかと思っております。ということで、まあ新年一発目のトレーニングの動画でしたけど、本年も本当2022 J ジャズよろしくお願いいたしますということで、これにて一件落着。それではチャンネル登録よろしく。さよなら。